グッときちゃいますよね今思い出して も, もうシンプルにやっぱ今回の現場は一人一人が圧倒的なプロフェッショナル、そんな経験はなかなか起きない。ネットフリックスのプロデューサーから、まあ、このプロジェクト始まった当初から新しい映像体験をさせてくれというようなことを言われていて、だからそのためにはこうやっぱり難しいことに挑戦して、こんなことどうやったら実現できるんだろうというようなことを何度も試行錯誤しながら実現に向かって走っていけるというようなことが僕が今回初めて経験できたことでしたね。フレキシビリティの分とか考えると CG にした方が楽ではあるんですね。ただ普通だったら CG でやるようなカットでも撮っちゃう、頑張ってそれをみんなでそのプランニングして撮ってうまくいけばそっちの方がクオリティは高くなるんですよ、実際の俳優さんの演技してるんで。おそらく世界的に見ても最先端のチャレンジだと思います。結果的にそれがどうなるかというと一般の人には分からなくなりますね、 CG だということが気づかれてはいけないというクオリティまで持っていけるっていう。当然その動きもありますし演出も演技もありますし、カメラの撮り方っていうのもすごく複雑になってくる。そういうのってそれをもう一生懸命もうみんなでいろいろこうやろうあやろうって言って考えてきて撮った作品っていうのがいわゆるその幽遊白書スタイルっていう。こんな出来上がり楽しみな作品もなかなかないですよね。だって僕ほぼ相手なしで芝居してたからね、日本でも一人で、じゃあここにユウスケいます、ヒエいます、クラマいます、弟ここですみたいな感じで誰もいないのに一人でこんなの芝居してましたからね。あれがどうなるのかって楽しみですよね。原作はこうだけれども、それは当然漫画なのでこれを実写の世界に持ってくるためにはどういうリフォルメをしなきゃいけないのかっていうのはもちろん考えてやってるので、実写の世界に再現するんだというよりも、実写にしたらどう何がよく見えるのかっていうようなベクトルで考えてますね。脚本が上がってくると脚本を見ながらそのどうやって撮影するんだっていういわゆるブレイクダウンっていう、例えばこのシーンに豪気が出てくる、その相手がユウスケで戦ってるっていう表現が書いてあるとするじゃないですか。豪気戦に関してはやっぱり俳優の方がいて、でその豪気役がいるんですけども、でもやっぱりその豪気の形とサイズって実際の豪気ってその人より大きなサイズだし腕も太いですし体もでかいですし、そういう人と人が戦ってるんで人がやったんではその CG の豪気にすると合わなくなってしまうんですね、こっちの相手の方の演技が。なので豪気の、その 3D の CG のモデルをまず作るんですけども、その実際の豪気のモデルをプリントアウトするんですよ、実スケールで。それをスタントの方がはめてるんですよね、腕とかに。で実際の豪気みたいなこういうグレーの人が動いてるのに対して相手の北村さんが演技してるっていう撮り方をしました。で、そうする、はい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 、いいですか、はい、そしたらまっすぐで、これだ。豪気自体のキャラクターも人間よりも、まあ、180センチ、スタントマンの一番高い身長で180センチなんですけど、さらに20センチぐらい上げないといけない。さらにその豪気で言ったら人と交わるときにこの厚みがあるんで、その豪気のスーツを着ないと人間との距離が保てない。でもそのスーツを着ても手の長さが違うんで関節の部分が違うんですよね、曲がる部分が。動きとしてはこれは理にかなってないんですよ、関節で動くんでっていうところを CG 部さんに説明しながら、そこは実際の仕上げではこうしていってほしい。 でもまあやっぱり現場で見た目しか僕は信用しないんで、実際にその豪気スーツを着てももう OK ラインはすごく高く持ってましたね。だからそのスーツで動く限界と下駄で走る限界のスピードでみんな動いてたと思いますね、スタントマンは。みんなの技術協力のもといいものを作りたい、全部 CG 行くわけじゃなくてっていうことを一緒にやってきた、そのよくいい例だと思うんですけど、そこはものすごいものを僕たち作ってしまうなっていう感触はもう確かにあるので、やっぱり具体的なあれで言っちゃうと、やっぱ Toguro兄弟ができた時にはきっと世界中が驚くと思います。僕の観点で言うとやっぱり楽しみなのは難しい
映像表現なんですよ。そうするとやっぱりトグロのアニ線が難しいんですよね。小さいですし、アニ自体が。でしかも真っ二つにされて半分になったりとか、バラバラになってくっついたりとか、でそれをやりながらアクションをしなきゃいけないんですね。でもとんでもなく難しいんです。弟も同じぐらい難しいですね。弟の方が筋肉増量するんで、それの変形とかその撮影の仕方、当然肉体はワンカットの中で変形していくということは当然できないわけなので、そこは CG になるんだけど、僕らがその獲得しようとしているのがこの CG のボディに俳優の頭部の芝居をそのまま合成して融合させてキャラクターを作り上げていくというようなことをしようとしてるんですけど、俳優の頭部を CG 化するってなった時に、そのクローズアップに耐えれるクオリティでここだったらキャプチャーできるっていう。モーさん驚かせようとした。ハイ、グッドモーニング、ナイスとシーユー。受けたことに対しての顔の反応はしてしまうってことだと思うんだけど、食らった瞬間は、食らった瞬間手でかぶってる、かぶってる、うん、かぶってるところのはみ出てる部分の、うーってか、なんか口が動くかどうかぐらいなのかな、見えてるところの。オッケーです。はい、イメージしました。オッケー、やりましょう。3、2、1、アクション。カット。グレート。レッツ。パフォーマンスキャプチャーっていうのは、俳優の方が演技をしていただく、ある特殊な機械に入って、そうするとその演技を、好きなアングルから使えるという技術なんですけど、世界的に見ても最新の技術を使うことによって悠々白書のトグロ戦の難しいカットができるということは間違いなくありますね。俳優たちこのブースに入ったら、なるべくこう体を激しく動かさないように顔だけで演技してくださいというようなことをお願いすることになるんですけど、今回そのトグロ弟を演じた綾野さんは、もう表情だけに集中できるなんてそれは贅沢なことだと言って取り組んでくれたので、いつもは本当指先まで意識してお芝居をしてますけど、顔だけっていう、むしろこれはとても贅沢なことだって思えたんですよね。基本的には顔だけを撮ってるので全方位から、まあアクションでも実際アクションができるわけじゃないんですよね。この CG が宙返りしていても実際僕は宙返りをさせてもらえるわけじゃない、立ったまま宙返りを表現しなきゃいけない顔だけで、むしろその制約や拘束があるからこそ生み出せるものがあるっていうことを信じられたんですよね、この場所で。王君はいかにこのハリウッドのこのボリュームキャプチャーに向けていかにこう役作りをしてきているのかっていうのを聞いてて、やべえって思った。それっぽい顔しとかないとなと思って。とはいえ難しかったなと思います。日本人は意外と好きかもしれないと思った。エモーションと同時に言われたことをこう形としてできる、日本人の方がこう決められたことをこう逆に決めてほしいみたいなとこあるような気がするんだよね。今度これがどう作品の中でこう反映されていくのかっていうのもすごく楽しみですし、なんならもう日本人で初ってことですよね、ゴー君と。レーガンと向き合っているあの瞬間、意図的に血液もこうポンプを回さないように圧迫っていうんですかね、追い込んでいたので視界がクワーってなっていくんですけど、その奥底になんかユウスケが見えてくるとか、本当に残像のように確かにそこになんか存在してるかのような、本当その瞬間だけに全てを投下して、行き過ぎるとブラックアウトしちゃいますけど、でもその限なくギリギリのところまで意識がある状態で意識で持っていくって、それは今日まで幽遊白書の現場でやっぱり丁寧に一つ一つ現場を作っていった、その各部署が見せてくれた景色があったから、僕はここで何の不安もなく
さらに新しい景色を見つめることができたんだと思いましたね。日本人が原作を見た世代の人たちが作っているという意味でオーディエンスも納得し、僕もファンとして見てて幽遊白鳥の世界観があるっていうのはもちろん考慮してます。原作の時点でもうあの映像 VFX という意味では難易度が一番高い部分には入るんですね。それを本当に頑張って実写で撮った作品なんですよ今回って。たくさんこう最先端の技術を使っていますけど、まあ、それをひけらかすつもりでこちらもやっていなくて、皆さんがこう幽遊白鳥の世界観にどれが CG だとかそんなことすら気にならないように浸っていただけるように見ていただけたらとても幸いだと思っております。